私の血一滴で全てが変わると言われた。そして病気がなくなって死ぬことさえも。2時間経過、処置後の今、被検体死亡。誰も見ていない時に起きた。根が地中に伸びていくように吸血鬼。それがあの怪物たちの慣れの果て。俺たちに言えるのは、この元凶はイーバムだってことだ。不老不死を追い求める寄生虫どもの会社さ。この町は少しずつ蝕まれていった。行方不明者、変死体、カルト。夜にお前のところに来て、一滴残さず血を吸い尽くすだろう。これだけでも十分最悪な状況だっていうのに、闇はさらに濃くなった。カルトたちの神々、頂点に君臨する人知を超えた吸血鬼、ホローマン、ブラッディ・トム、ミス・ウィスパー、ブラック・サン。科学が生み出した神をどうやって止めればいい？真実を暴くには暗闇の奥へ進むしかない。レッドフォールを取り戻すぞ。これは私が人生をかけて成し遂げた。私は終わりであり、始まりなのだ。お前の全てを奪ってやる。